皆さんこんにちは、ロコちゃんです。今日は9月21日水曜日、水曜日といえばチラシの日、水曜日といえば島パトということで島村行ってきました。今日も行ってきたんですけど、気になってたインフルエンサーさんが発売がありまして、初めてコラボされるインフルエンサーさんのマリエさんっていう方なんですけど、雑誌、オンラインの雑誌の旅色とコラボということで、まあ、旅行にぴったりなおしゃれアイテムを発売されるということで、でも別に旅行行かなくてもめちゃくちゃ普段から着れるし、めっちゃ可愛かったので購入してきました。もうね、なんか期待以上、島村のダークホース、なんかノーマークだったけど大当たりみたいな本当に感じだったので、自分的にはご紹介していきたいと思います。めっちゃハードル上げたわ。1点目に購入してきたのは昨日から狙ってたやつです。それがこちら、はい、カーディガンになります。これですね、選べなくて2色買ったんですけど、めちゃくちゃ良かったので、もうえーいと思ってゲットしてきました。裏はこんな感じで、なんだろう、どっちを前にしてもいい、こっちを前にしたらカーディになるし、こっちを前にしたらスウェットみたいな感じで着れる感じのカーディガンを買ってきました。タグはね、こんな感じで、リアージェっていうのかな、ブランド名が。この旅色とマリエさんインフルエンサーのコラボになります。商品名が TT カレッジプリントカーディガン M サイズ淡い桃、税込み1639円です。こっちは中ハイです。そしてこの裏肝になってるんですね。だから結構あったかい系、薄手ながらあったかい系のスウェットカーディになります。こっちはやっぱシンプルにね、合わせたい時にね、いいなと思うし、こっちはちょっと可愛らしくね、まあちょっと華やかにしたい時、もう両方ゲッツしてきました。はい、可愛いです。普通にこういう長ティーの上から着ても十分なねゆとりがありましたので、この腕とかも結構このくらい余裕があるから、下に何か着てても響かないです。長さは骨盤ぐらいまでですかね、骨盤のちょっと下ぐらいまであります。で、羽織ったら後ろにこういうロゴが来るという感じになります。なんかこういうの昔持ってた、もっとピチッとしてたけど、高校の時アニエスベイが流行ってこういうのね、今こういうスナックボタンのカーでも流行ってるし、なんかちょうどいいかなと思いました。普通にカーデタイプで着たらこんな感じで、すごくシンプルでいいかなと思います。裏肝だからお肌に当たってもあったかいです。私は結構敏感肌だけど、チクチク感はないですね。で、ここがゴムになってるので腕まくりもできるし、すごく可愛いカーデです。私結構 2way ってどっちか片方しか結局使うつもりが ないけど買っちゃうんですけど、今回は結構両方着るかもしれない。このカーデ前もすごく好みし、よいしょはい、こっちのスウェット前、めっちゃ可愛くない？普通にはい、可愛い、はい、普通にめっちゃ使えそうな可愛さだと思います。後ろはこんな感じです。ピンクもね、同じくこんな感じで、すごくね、綺麗なピンクなんですよ。めっちゃ、だから肌馴染みが良くて、別に若くなくても全然着れるピンクだからもう買っちゃいました。はい、カーディガンを前に着たらこんな感じです。後ろは白のプリントロゴです。前をロゴにしたらこんな感じで、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いと思ってもう止められなかった。これは本当に2way だから今日の自分の気分でできるし、どっちかに着れるし、
私めっちゃ今までのスウェットでちょっと一番好きかもしれないです。はい、次に購入してきたのはこちらです。このこれとも合わせたいです。こちらこのマリエさんコラボのパンツでベージュの血のストレートになります。商品名が TIT 血のストレート67 M サイズ中茶税込み1969円、555-3729です。素材はポリエステル 100% です。はい、こんな感じの血のパンになるんですけど、私本当血のパンってすごい苦手で、カジュアルな面のタイプがすごく、なんだろう、作業着感が私出てしまってずっと苦手で、血のパンって買ったことなかったんですけど、これはあのポリエステル 100% の面っぽくない、あのサラッとした生地で、どっちかって言えばさ、あのなんかスポーツウェアとかにありそうなちょっとシャリッとした生地で、履いてみたら綺麗だったので購入しました。はい、ポリエステルだから、こうくしゃくしゃってやってもシワとかもつかないし、まあ、旅行とかって新幹線とか車の中でずっと座ってるとかいうのが多いと思うんですけど、移動中それでもやっぱり座りじわとかはつかないし、濡れてもすぐ乾くし、まあホテルで洗濯しても多分翌朝には乾く感じの素材だと思うんですね。だからすごい、しかもちょっとタックがね入ってて綺麗だったので、普段使いにいいかなと思って購入しました。はい、履いてみたらこんな感じです。こう結構ねストレートな感じのパンツになってます。で、あの裏地とかはないんですけど、ポケットが両方にあって、ここにタックが入っています。で、裏地とかはないんですけど、あの透ける感じの素材ではないし、結構水をはじくような感じの防水がありそうな感じのパンツです。で、すごいね綺麗なと思って、普段着とかこういうスウェットとかと合わすのにすごく合いそうだし、パッと着てパッと出れるかなと思って、これだったら買いました。すごい綺麗くて、裾を絞った黒のパンツとかもあったんですけど、それはちょっとね、あのペットの毛がもうガンガンつきそうな感じだったので、はい、諦めたんですけど、はい、あとはこんな感じだったりで、すごくね使えそうなパンツです。あとはなんか汚れてもガシガシ洗えそうなのでさ、楽ちんとやっぱちょっと綺麗見えというかおしゃれを両立させたい人にはすごくいいと思います。はい、次にもう一点ね買ってきました。これもね昨日からダイヤ欲しいじゃないや言ってたやつですね。それがこちらです。はい、これもねカーディガンなんですけど、ケーブル編みのね茶色のカーディガンになります。はい、これも顔写りがちょっとおばあちゃんっぽかったら諦めようかなと思ったんですけど、あの意外とこれはね大丈夫だったので買いました。商品名が TI ジャガードカーデ M 中茶税込み1639円、ポリエステル96ポリウレタン 4% です。はい、こちらはリブ編み の, なんかあの立体的なカーディガンになってます。毛糸ではないので秋感を出しつつ、ちょっと羽織るのにいいかなと思って、こっちは裏起毛なのでまだちょっと暑いかなっていう感じなんですけど、こっちはね、裏起毛とかじゃないので、下に半袖の T シャツとか着て、上から羽織ったり、脱いだりとかね、まだちょっと暑かったり、夜は寒かったりとかすると思うから、そういうのに着ようかなと思って購入しました。はい、ボタン閉めたらこんな感じです。はい、後ろもね、ケーブル編みなのでね、なんかすごい秋感が出つつ、結構サラッとした薄手のカーデになるので、もう本当にちょっと肌寒いから羽織ろっかなっていう時にいいかなと思います。このパンツにも合うし、うん、こんな感じで羽織ったり脱いだりしようかなと思います。ちょっとこの辺の肉がちょっと気になるけどうん、かわいいです。すごいかわいい、暑い、かわいい、暑い、かわいいかわいいです。
ということで最後までねご視聴ありがとうございました。金曜日はねスザンヌさんと太陽さんとあるみたいなんですけど、今のところまだ買う予定は立ててないですね。はい、今日結構買っちゃったから4着はい、どうしよっかなと思ってます。本当に最後までね皆さんありがとうございました。この動画が少しでも参考になったっていう方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。